交流戦の西武巨人の2回戦が7日、メットライフドームで行われ、巨人が0、3で敗れ、球団ワースト新記録となる12連敗を喫した。序盤は巨人の吉川光夫と、2年ぶりの先発となった西武の岡本陽海の投手戦となったが、4回にメヒアに先制2ランを浴びると2番手の西村健太郎も、中村豪也に13号ソロを打たれた。不振の打線はチャンスに1本が出ず、5回3分の2を投げた岡本から竹脇翔太、牧田和久、シュリッター、増田たち一つ流れて完封リレーを許した。球団史に汚名を残す重たい12連敗目となった。嫌なムードだ。ここまで勝ち星に恵まれない先発の吉川が4回に西一塁からメヒアに8号2ランを浴びた。吉川はインサイドを果敢に攻めながら大きなカーブを有効に使い、0-0の均衡を守っていたが、アウトコース高めに抜けた変化球の失投を見逃してもらえなかった。スライダーかな。初先発の岡本を援護できたことが、良かった、と、メヒアが語る甘いボールだった。吉川は、5回にも先頭の9番バッター、住谷を4球で歩かせ、金子のバントで1死2塁、源田は三振に打ち取ったが、続く秋山への1球は頭部に、抜けて肩を貸するような死球となり、高橋監督は吉川を、諦め、西村をマウンドに送った。続く浅村にはライト前ヒットを打たれたが、ライトでスタメン出場した橋本が、絶好バックホームで3点目を許さなかった。一方、巨人は、また打線を動かしてきた。足に異常を訴えている村田を、ベンチに下げて亀井をスタメン起用。坂本、マギー、阿部でクリーンナップを組み、その亀井を6番に置いた。2点を追う6回、2試合連続で1番で、起用された陽大光が右中間を、破る2塁打で出塁。橋本のうちのゴロで3塁へ進んだが、坂本がボール球に手を出して、ショートゴロ。西武は、カウントが変わってから前進守備を、取っていため、突っ込めなかった。マギーは敬遠気味に歩かされて、西武は岡本から左腕の竹脇にスイッチ。阿部は初球を打ち上げて走者を返せない。その裏、先頭の岡割気味に初球をライナーで左中間に運ばれ0-3と追加点を奪われた。巨人は7回1死から西武の3番手の牧田から石川が右中間に二塁打。クルーズも三遊間を破り、1-1、三塁として、白谷打率、224の、長野。ベンチの期待およそに4、6、3の、併殺打に終わった。初球の甘いボールを見逃して、2球目の難しいボールに、手を出す最悪のバッティング内容だった。3点を追う巨人は、8回にも西武4番手の、シュリッターから先頭の陽が、ライト前ヒットでチャンスメイク。しかし、橋本、坂本、マギーとボンダで後続が沈黙。9回もストッパー、増田の前に無失点に終わり、6安打完封負けを喫した。球団史に汚名を残すことになった12連敗に、スタンドには、負けは見飽きた。ファンの、願いに結果で応えろ。などという巨人ファンの辛辣なボードが掲げられている。